でね、うちの子が言うにはさ、あの事件は学校で流行ってる学校裏サイトが絡んでるとかね、怖いわね。ああ、ちょっと前にニュースでも話題になったわね。不老不がいじめの温床になっているとか、出会い系の的にされてるとか。まだあるの、あれって。あ、今でこそあまりニュースとかで表面化しないけど、まだまだ続いてるみたいよ。うちの子もやってるのかしらね。聞いてみようかしら。学校帰りの夕方、私はまた来てしまった。目の前に聖子の家のインターホンがある。もうここに来てから1時間以上、ずっと押そうかどうか迷い続けている。このままいても本当に不審者だ。昨日も一昨日も私はここで長い間立ち尽くして家に引き返していた。今日こそはと思いを固めてきたんだ。火を消して押そう。整列、ちゃんと靴履いて。うん、ほら帽子が曲がってる。いい子だな。よしよし、じゃあ兄ちゃんと手つないでいくぞ。ちゃんと買い物に行けるかな、ケイ、アヤ。うん、はい。いい返事だ。私はとっさに物陰に隠れてしまった。ユウくんやあの子たちは確かに聖子の兄弟たちだ。そう、私はあの子たちに会いたくて来たんだ。何を話せばいいのかわからない。でも聖子は確かにいたんだから。この携帯の写メを見せて、お姉ちゃんだよって聖子のこと聞こう。大丈夫、説明すれば大丈夫。わからないなんて言うわけがない。私は心を決めて潜んでいた物陰から出た。ねえ、声をかけた私の腕を後ろから誰かが掴んで引っ張った。誰？ダメよ、ダメ。委員長、気持ちわかるけどダメ。委員長、篠崎さんが首を横に振って私を制止する。みるみる自分の視界が滲んでいく。あの子たちに会ってどうするの？分かってるでしょ、結果は。だって私は涙が止まらなくなってその場にしゃがみ込んだ。委員長も目に涙を浮かべて私を見つめていた。私の気持ちを本当に理解して共有してくれるのは、天神症事件から生きて帰ってきたこの篠崎さんと、サトシと、岸沼と、
ゆかちゃんだけ。天神症で命を落としてしまった友達、聖子や鈴本さん、森重、宍戸先生は、私たちの帰ってきたこの世界では存在自体が抹消されてしまっていたんだ。中島さん、聞いて。うなだれて打ちひしがれて歩いていた私に、横を歩いていた院長が意を消したように切り出した。私ね、天神小学校を脱出してからこの半月の間、ずっとあの学校を支配していた篠崎義江と篠崎幸子、二人の家、篠崎家についてを図書館で調べていたの。あ、連続児童誘拐殺害事件の新聞記事にはちょっとしか幸子のことは載っていないし、その前の保健医開始事件については地域新聞以外には取り上げられてすらいないから、ちょっと大変だったんだけれどね。地面を見ながらポツポツと話す委員長の口調は、落ち着いた静かな決意のようなものが感じられた。霊やオカルトの話についてはこの子はちょっとした権威だ。私はなんとなく頼もしいような思いで彼女の話を聞いていた。旧天神症のあったこの経験の外れ、山あいの近くにね、あの篠崎義江の家があるらしいの。家？幸子と義江の？そう、この県内よ。そんな近くに？ええ、天神小学校はもともと私たちの地元にあった学校なの。そこに勤めていた篠崎義江の家なんだから、それほど距離は離れていないわよ。奈穂さんのブログにも載っていたんだけれど、あの人が幸子さんの片代のオリジナルをサルベージしてきた現地なのね。何かあると思わない？そこには今でも篠崎家の呪いのオリジンが眠っているのよ。呪いを解明する何らかの手がかりがきっとあると思うの。私は思わず唾を飲み込んだ。住所も控えてきた。電車に乗れば1時間足らずで着けるわ。中島さん、調査に行かない？今から。篠崎の家。天神小学校では命に関わる思いをした。その呪いの元凶に接近するんだ。危険な目に遭う可能性は数倍高いはずだ。行こう、委員長。時計は午後の4時半を回っていた。寒くなり始めたこの時期だと、向こうに着いてもすぐに日が落ちそうだけれど、それでも私は、きっと委員長も、一刻も早く出かけたかった。何でもいい、現状を打開するきっかけになるものが見つかるのなら。私たちはすがるような思いで電車に飛び乗って、県の端にあるその場所へと向かうことにしたんだ。Thank you.
先生が鈴本さん、篠原さん、森重君、天神小学校で命を落とした人たちがいない、最初からいなかったかのように現世の人の記憶が残されている。人、確か死、そう、奈穂さんも天神小学校の中で命を落としたはず。どういうこと？理由はわからないわ。だけどこの通り全ての人が存在を消されるわけじゃないみたいなの。同じようにあの学校で亡くなっていた響先生の存在もこの世にちゃんと残ってた。希望を捨てないでいいよ。うです。着いたね。すごい、本当に地方って感じ。なんか空気が美味しい。ふう、よかったね、まだ日が明るいうちで。さあ、暗くなる前になんとか現地に行きましょう。ええ。終点の駅で電車を降りると、そこは畑や民家が並ぶ少し寂れた雰囲気の静かな農村だった。山あいの土地を開発しているためか、道が緩やかに上り坂になっている。人があんまりいないね。できれば人に会って話を聞きたいんだけどな。この辺りでは篠崎家は結構大きな影響力のある家柄だったみたいなの。そうなんだ。委員長も篠崎さんだけど、遠い援助だったりするのかな、やっぱ。どうだろう。篠崎姓は全国にいっぱいいるからね。ねえ、道はこっちで合ってるの？こっちだと思うんだけど、目的の住所、実は番地の詳細までは分かってないんだよね。あ、でも委員長の携帯ならほら GPS だっけ、あれでざっくりと方向は分かるんじゃないの？それがね、ここなぜだか位置情報を取得できないの。おかしいな。よくわからないけど。道は舗装はされているけどひびだらけで、細かな石や砂がいっぱい転がっているから歩くたびにジャリジャリ言う。少しずつ空が暗くなってきているせいかな。見知らぬ土地をこうして女子二人で制服で歩いていると、なんとなく心もとなくなってきた。ねえ、やっぱり人に聞いた方がいいよね。
あのお家訪ねてみない？委員長が前方にある一軒家を指さす。そうだね、暗くなってきてるし急ごうか。すみません、すみません。留守かな、他を当たろうか。びっくりした、なんだろう。離れましょう。なんか嫌な感じだけど、でも場所聞かないことには始まらないからね。よし、あのお家に行ってみよう。委員長は付近にあった青い屋根の民家を指さした。すみません、すみません。はい。こんばんは、ちょっと道をお尋ねしたいのですが。玄関ドアのすりガラスを挟んで女性の姿が見える。知らない人間の私たちの声にためらったのか、女性は少し悩んでから、はい。あ、こんばんは、突然ごめんなさい。私たち藤沢市から来ました。あるお宅を目指しているのですが、住所がわからなくて。あらあら、かわいいお客さん、もう暗くなるのに大変だね。よかった、優しそうな人だ。私は委員長と一緒にペコリと頭を下げておばさんと話をした。どこに行きたいんだって？この住所に行きたくて、でも番地の詳細がわからないんです。こちらのお宅なのですが。どれどれ。篠崎の家になんのよ。実は私たち調べ事をしていてね。あ、はい、あの学校のことで必要があって、おばさんは急に立ち上がり、強引に私たちの体を家の外に押し出した。おばさん、何？出て行きな、早く出て行きな。何なの？篠崎家の名前を出しただけで、あんなに困ったね。辺りを見回すと、だんだん日が落ちてきている。まだ空は青いけど、街灯に明かりがつき始めていた。別の家探しましょう。篠崎家について教えてくれる人だってきっといるよ。そうだね。あっ、おばさんまだ立ってる、扉の向こう。なんでまだ見てるの？行こう、なんか怖い。明るかったおばさんの表現に怖くなって、私たちは足早にそこを離れた。6時半か。それから結構な距離を歩いてきた。だんだん民家は減ってきて、辺りは田んぼや雑木林が多くなる。
山に登りつつあるみたい。この先に進んでも家なんてあるのかどうか不安になる。あ、車だわ。危ないわよ、中島さん。うん。道路の端により、後ろから来る車が通り過ぎるのを待とうとした。おお、どうした？おなごが二人でこんなところで。危ねえでよ。通り過ぎずに、私たちの横につけた軽トラックから優しそうなおじさんが顔を出す。あの、私たち篠崎さんってお宅を探してるんです。篠崎？ああ、この辺で篠崎っつったらあそこだな。もっと山の中だ。この先ですか？うん。よかった、方向合ってたんだ。けど、ずいぶんまだ距離があるで。歩きだとまだ結構かかるぜ。何の用があるのかわからんが、乗っけてってやろうか。委員長と顔を見合わせる。少し迷ったけど、もう時間も遅いし、これは渡りに船じゃないだろうか。私たちはお礼を言って乗せてもらうことにした。一応三人乗れる車だけど、狭くてすまねえな。いえ、助かります。歩いてじゃ夜になってたかもしれないね。まあ、俺も今じゃ角崎の家の方まではなかなか山上がらねえからな。おめえたち、あんなところに何しに行くんだ？なんと言ったらいいのか、少し調べたいことがあって。調べたいこと？あそこに昔住んでいた篠崎義恵さんというお医者さんについてです。あそこはまあ自宅兼診療所でもあったから、昔はよく村人が通ってたもんだったがな。今はもう誰も近づかんし、どうなっとるかわからんよ。ずいぶん山道を登ってきた。この辺りからは管理もあまりされていないのか、道が悪くなってくる。タイヤが段差を拾って車がガタガタと揺れ始める。いた！大丈夫？平気。シートベルトしててよかった。すごい道ですね、おじさん。なんだかちょっと運転が怖い。横で委員長の頭がガクンガクン揺れてる。大丈夫かな？あの、おじさん、ちょっとスピードが。破裂しそうな勢いで心臓が体の中で暴れている。今確かに人影が。私と委員長は真っ青になっておじさんの顔を見た。大丈夫？ヒートランは？人や動物を引いた時はもっとすねえ音がするだな。なんだかこの人もおかしい。さっきまでの優しい雰囲気がどこかに消えてしまった感じがする。今のトカゲは？わからん。おい、ここから先はもう車が入れんよ。
あとは歩きだ。行くのか行かねえのか。ありがとう、おじさん。待っててやる気。気が済んだら戻ってけ。こんなところに娘っ子二人ほったらかすわけにはいかねえしな。ありがとうございます。大丈夫、委員長？よかった。なんかおかしな感じだったけど、でも待っててくれるってやっぱりいい人じゃないかな。そうだよね。すっかり日も傾いて夕暮れを過ぎていた。結構きつい傾斜になっているこの道の先に、篠崎義江の自宅兼診療所があるという。あ、高台が見えてきた。あの上かな。いよいよね。